でまだ台本とか届いてなかったのね、前日の段階で。明日のそのショールームの特別配信をすることはもちろん聞いてたけど、そこでなんか何をどこまで発表するかっていうのが聞いてなかったんですよ。でその配信の前日、一昨日お仕事してる時に、あの明日って何をどこまで発表するんですかって聞いたら、そのまあ今回発表された通りアルバムで特典がこうでみたいな、そうフォローしましたありがとうございますみたいなのを説明を受けたんですね。でその後にまあでもほら藤崎さんは MC だからってめちゃくちゃさらって言われて、はい？え、私明日 MC なんですかってその場で聞き返しちゃった。その時まで自分が MC やること知らなくって、そうで、あの明日藤崎さん MC ですよってその時に初めて言われて、あそうなんだって思って、でもその時私のことしか言われなかったから、え私一人で MC すんのって思ってたのね。でそれで台本が届いてみたら、ななみと一緒に MC で、そうだからすごい安心したんですけど、なんかさ、その一昨日だから特別配信の前日の日、そのお仕事が終わった後にこうやってショールーム配信してたんでしょ、明日の特別配信なんだろうねみたいな感じで話しながらあのショールームをしてたんですけど、初見の方こんばんはありがとうございます。そう、その時はまだ台本が来てなくて、でも自分が MC なことはもう告げられてたの、そのちょっと前、数時間前のお仕事で言われたから、自分が MC なことは知ってたけど、その時はまだ一人 MC だと思ってたから、あのなんだろう、匂わせ回避のために、まあでも最近はナナミが MC お姉さんだからナナミがやるんじゃないみたいなこと言ったのね。そしたら本当にナナミと二人で MC だったから、めちゃびっくりしました。よかった、でも本当に一人じゃなくて、その自分が MC やることは一昨日の時点、一昨日のこのショールーム配信の時点では分かってたけど、ナナミと一緒のことは知らなくて、え、ナナミがやんじゃないみたいな適当に言ったら、ナナミが本当にやってた。そう、でも本当にあのナナミがいてくれてよかったと思ってて、初見ですありがとうございます。あの私はその決められたことをやる分には多分大丈夫なんですけど、その急な振りだったりとか、なんかその MC に楽しいというエッセンスを加えるのはちょっとアイドルエッセンスなので、私があの金揃えているのはあのアイドルエッセンスなので、ちょっと面白エッセンスはちょっと金備えていなくてですね、そのなんか無茶ぶりみたいな振りみたいはちょっと難しいなみたいなところがあるんですけど、そのなんか面白スパイスはあの大塚七海さんがもうたくさん持ち合わせているので、あの今回 MC 一緒にやってすごいいっぱい助けられました。本当に多分私がやったらただの MC、 ただのあの進行通り台本通り進めて終わりなので、ななみちゃんに謝りなさい。いや、ななみちゃんもアイドルエッセンスはやっぱすごいですよ。歌もダンスもできてね、パフォーマンス、アイドルパフォーマンス的な面ではやっぱアイドルエッセンスはものすごいですよ。でもやっぱ面白エッセンスを持ってるのは素晴らしい、あのごくわずかな人間にしか持ってない面白エッセンスっていうのは。でも本当にこの前あのカメラ部とキャンプ部のイベントの時にななみが MC をしてくれたんですけど、本当にあのななみの MC すごいなって一緒に MC やってもらってて思ってたから、そうだからななみと今回は一緒に MC ができて、そうとてもありがたかった、たくさん助けられました。面白くして、私はいつも通りやってるだけでななみが面白くしてくれるからとてもね、はい、ありがたかったですよ。そんなわけで
まあその特別配信でもね発表されました通り、 NGT48 ファーストアルバムが6月の29日に発売されることになりました。本当にありがとうございます。みんなどうだろう、今回の特別配信は何って予想してましたか？アルバムだって思わなかった？面白いエッセンス公演見たくなってきた。アイドルエッセンスに対抗して誰がいるかな、面白いエッセンス公演。いやほぼなんかニアリーイコールハルカムラみたいなところあるけどな、面白いエッセンス公演って。ちょっとだってなんか今さ、面白いエッセンス公演誰がいるかなって思って名前あげようと思ったらさ、すぐ出てきたのカイリだったのね。いやもうナナミとカイリいたらもうそれハルカムラやんと思ってニアリーイコールハルカムラじゃんって思っちゃったちょっとハルカムラ公演改め面白エッセンス公演だったかもしれない夢面白エッセンスか、そうかなサメカツナ、あー確かにサメカツナニアリーイコール面白エッセンス、あそれもあるな確かにまあでもね今回の発表シングルだって思った方が多かったかな。ちょっとね今回はアルバムをリリースさせていただくということで、本当にねこうなんだろう、 NGT48 7年目なんですけど、まあ、初めてのアルバムということで、いつかはねこう NGT48 のアルバムが出せたらなっていう思いもあったし、まあ、これは今回アルバムをリリースすることになって、まあ、より現実味があるというか、その NGT やっぱツアーをやりたいねっていうのをずっと話していたので、今回こうやってアルバムをリリースさせていただくことになったということは、まあ、アルバムを引っ提げたツアーとかがよりちょっと現実味を帯びてきたというか、もちろんまだそういう予定もねこう発表とかはされてないけど、特にはでもなんかあってもおかしくない、なんか今まで以上にこのツアーっていうことに対して、今まではなんかできたらいいなみたいな漠然とした目標だったかもしれないけど、今回こうやってアルバムをリリースするということで結構ねなんかありえるんじゃないかなみたいな、アルバムリリースと言ったらツアーでしょみたいなところあるじゃないですか、やっぱりそう見えてきたよね。そうだから今までよりもよりなんかこう夢の幅が広まったというか、一個そのアルバムっていう目標を達成したことによって、あのこれから先にもっと広がる夢がたくさんあるなっていう風に感じてはいて、うん、だから今回こうアルバムをリリースさせていただけるっていうのは本当にとってもありがたいことですし、この7年間のね思いがギュッと詰まったアルバムになるんじゃないかなって思います。今回のそのアルバムはリード曲があるんですけど、このリード曲のみかな多分 MV が存在しまして、で今回そのリード曲のセンターがダブルセンターということで、まあ、この7年間のね思いをギュッと詰めたアルバムということで、まあ、ファーストシングルのセンターの中井梨花さんと、で最新シングルのセンターの大江遥香ちゃんのダブルセンターということで、もうこのリード曲だけでもすごくこう意味のある、ちゃんとなんか意味があってこうセンターが選ばれてるっていうのが、そうなんかもうしっかりこの7年間の歴史をギュッと詰めたアルバムになっているというか象徴されるんじゃないかなって思います。はい、でこのリード曲のミュージックビデオを今回佐渡で撮影をさせていただいて、そうなんかね、みんななんとなく察してた部分とかはあるかもしれないし、あとこれ今だから言うんですけど、もうすぐね15日、今週の土曜日に私がカタログというNST さんの大好き新潟チャンネルの公式 YouTube の方でカタログでねたまちゃんさんと一緒にサドロケに行かせていただいたんですけど、それの告知でNST さんの公式インスタグラムが存在するんですけど、そ
その NST の公式インスタグラムの方にあの近々サドロー系のが公開されますみたいなのが載ったんですけど、その時にあのミュウミュウはプライベートや MV 撮影などで佐渡に来たことがあるみたいでみたいな書かれちゃってもちろん悪気はないし、そもそもおそらくもっと早くにこのアルバムの話をする予定だったと思うので、多分そういうことで NST さんとも話がついていたはずだから、多分向こうはもうアルバムのリリースのことについてではもう発表したと思ってそれを書いたと思うんですけどまさかのそのアルバムのリリースの発表がちょっと多分遅れた影響で、あのちょっとそれより先に MV 撮影で佐渡に行ったことがあるみたいでみたいに書いてあって、まあそれもまあ3日4日の差なんですけどね。そうだからって思いながらも何も触れずにいました、そこはそう。いやでも実際本当に今回そのミュージックビデオで佐渡に行かせていただいたんですけど、そのちょうど2週間後にこのガタログの撮影で佐渡に行ってて、そうなんか今まで私佐渡はプライベートで1回2年前ぐらいにプライベートで1回だけ行ったことがあったぐらいだったのに、ここに来て突然ね佐渡に2週に1回のペースで佐渡に行くっていうことが発生してそうでもあのなんだろう、ガタログは本当に観光メインというか、そうあの観光名所をまあ旅して紹介していくみたいなのがまあガタログの方なんですけど、今回のミュージックビデオに関してはあのなんだろうな、結構ね観光名所とかっていうよりかは佐渡の大自然をちょっと感じていただけるようなミュージックビデオになってるんじゃないかなと思うので、また全然ガタログとは同じ佐渡なんですけど、ガタログと今回の MV とではまた全然違った佐渡の魅力っていうのがあの知れるんじゃないかなって思います。その MV 公開は多分ねリリースに合わせてもっと後だと思うんですけど、ガタログのサドロケについては今週の土曜日から今週の土曜日に前編があの更新されるので、ちょっとそちらをね先に見てちょっとサドのどんなところかなっていうのを事前に楽しみにしていただけたらなと思います。そう多分ね全然違う感じになってるんじゃないかなと思います、ガタログと MV は。そう、あさっての15日に第1弾のサドロケの様子が公開になるので楽しみにしていてください、はい、でちょうどねこれたまたまなんだけど、今日そのサドロケ行った時の服装でさ真っ白でたまたまですけど私服がサドロケ行った時の、ね、めっちゃねこの私服褒められたの、なんかちょうどガタ今これ MV の話しようとしてるのにガタログの話になっちゃうんですけど、ガタログで佐渡に行った時にも、あでも MV の日もめちゃくちゃ晴れてた、めちゃくちゃ晴れてたんですけど、なんかそのガタログの時もすっごいいいお天気で、あのいろんなところを巡ってきたんですけど、そのいいお天気だからこそすごいねなんか白が生えてめっちゃ衣装みたい、野生のミユミ、そうそうそう野生のミユミとハンモックに乗ってる妖精のミユミなんですけど、あとなんか ラピュタのやつなんですけど、そうそうそう、なのであさってじゃないか15日って書いてあったからしあさってだね、そうだからすごい白、これめっちゃいい組み合わせだねって言ってもらえたんですけど、だからガタログの方は15日に公開になるので楽しみに。でまあ話は戻って MV の方になるんですけどまあそんなことがあってね、ちょっとまああの今回のこのまあアルバムとかシングルとかは一旦別として、 MV 撮影で佐渡に訪れたことがあるっていうのをちょっと事前に告知されてしまうというアクシデントはあったんですけどでまあ今回のその MV 撮影で佐渡に行ったっていうのは、まあ、今回昨日発表されたアルバムのことであって、はい、で今回はそのアルバムを佐渡で
撮影させていただいたんですけど、まあ、さっきも言ったようにそのガタルグは結構観光メインな感じなんですけど、 MV に関してはやっぱ MV の、まあ、MV がどういう MV かっていうのはまだちょっと言えないですけど、世界観としては映像としては結構まあ大自然な感じになってるんじゃないかなって。私もさ撮影はしたけどさ完成した MV を見てるわけじゃないから実際なんかどういう風になってるかっていうのは全然わかんないんですけど、でもこう撮ってるロケーション的な部分では結構自然の方に目が行くんじゃないかなって感じです。そう、いや本当にね、あの MV 撮影のことに関してはまだまだ話したいことがいっぱいあるんですけど、これはねでも MV が公開されてからじゃないと喋れない部分っていうのはたくさんあるので、まあ、それはまあおいおいソロでのシーンとかはね、まあ、またおいおいお話できたらなとは思うんですけど、でも本当にあの結構撮影大変で、あのねこの佐渡で MV を撮影したんですけど、あのその前日がおしゃべり会だったんですよ。そう、それであのおしゃべり会ってさなんか2チームあったじゃないですか。であのちっちゃいもんとかがいるチームは全泊入りしてて、その MV 撮影よりも前に全泊入りして夜の多分便とかで船に乗って行って全泊して次の日から MV 撮影って感じだったんですけど、私たちはあの MV 撮影の前日がおしゃべり会だったんですよ。でしかも私は1部から7部までおしゃべり会ずっとあるから、7部までやってると最終の便が間に合わなくって、船の佐渡に佐渡行きの船の最終便っていうのは間に合わなくって、あの全泊っていうのが無理だったのね、おしゃべり会があったから。それでだからおしゃべり会8時半とかに終わるじゃないですか夜。その後お家帰って次の日朝何時？3時集合とか3時集合とかだったの。ありえない本当に。で始発の船に乗って佐渡に行くっていう。え、しかもさそれがさ本当にあのちょうど私が物もらいとかめっちゃできてた時期で、 MV 撮影がいやこれ事前に言っとくわ、 MV 撮影の日物もらいガチでできてた日なんですよ。っていうのもなんかそのおしゃべり会が終わって次の日も朝3時とかだったから、あのお家には帰らずにその佐渡への全泊はできなかったけど全泊はしてたのね。実家だって実家をさ朝3時集合で出るってさどれだけ家族に迷惑かけると思いますか。朝3時からさ人を起こして送ってくれなんて言えないじゃないですか。だからあの実家組だったから、私はその佐渡へは全泊できなかったけど新潟市内で全泊してたんですね。でおしゃべり会が終わった後ホテルに戻ってメイク落とそうと思ってメイク落としたら目に激痛が走ったんですよ。なんかめっちゃ目痛いんだけどってなって、鏡で見たらね物もらいができてたの、おしゃべり会終わりに。いやいやいやちょっと待てよ、明日から MV 撮影だぞってなって本当にね最悪と思って。しかももうおしゃべり会終わりだから夜遅い時間だし、次の日朝3時とかだから病院に行く時間もないじゃないですか。はじめましてありがとうございます。なんか時間があればさ眼科とかに行きたかったんだけど、なんかもうおしゃべり会終わりだから時間も遅いし、でまださ実家にいればね、家にいればなんか休館センターとかさ行けたかもしんないけどさ、ホテルに全泊してんのよ一人で、もう誰も頼れないと思って、もう本当にねもう最悪って思って泣きそうになりました。泣きそうになりながら家族に LINE したの、物もらいができた、明日から MV 撮影なのに LINE しました。もう本当に最悪でしょ。おしゃべり会終わった後メイク落としたら目が痛くて物もらいできて、でもだから最善は尽くしました。なんかねその時
あの花粉症の薬飲んでて、ちょうどね私あのこれも言っとくわ、 MV 撮影の日花粉やばかったんですよ。だから顔が結構 むくんでる花粉でっていうのもあるんですけど、花粉症で、花粉症の目薬は使ってたのね。だからで、あと私いつもホテルに行くときはなんかホットアイマスク、蒸気でホットアイマスクをね使ってるんですよ、ホテルとかに行くときは。でそれは持ってたから、もう最善を尽くすしかないと思って、もう睡眠時間もほぼないんだけどさMV 撮影朝3時集合とかでさ、8時ぐらいにおしゃべり会終わった後帰ってきても、その後お風呂入ったりなんだりとかしたらさ、なんだかんだで12時は過ぎてた、1時ぐらいだった、多分1時間半とか2時間ぐらいしか多分睡眠取れなかったんですけど、しかもさあの振り食いみたいなのも送られてきて、おしゃべり会の合間に、おしゃべり会の合間に振り食い送られてくるんです、明日の MV 撮影のダンスですみたいな、なんかそうも覚えなきゃいけなかったから、もうホテル着いて物もらいできてることが発覚したけど、とりあえずもうお風呂入ってで振りなんとなく覚えて、もうあとはこの物もらいが重症化しないことを祈るのみって思って花粉症の目薬さして、蒸気でホットアイマスクして、多分それで寝れたの2時間あるかないかぐらいだったんですけど、そうで次の日やっぱちょっと腫れてたのね、 MV 撮影の時にちょっと腫れてたんだけど、もう気合で乗り切るしかないって思ってまあ別にセンターじゃないしどうせ映んないかみたいな気持ち半分とちょっともう投げやりな気持ち半分と、そう朝4時、朝3時ぐらいに集合して、朝もう4時ぐらいに出発して、始発の船に乗って佐渡に着いて MV 撮影して、で結構まあその撮影時間はメンバーにもよったんですけど、でもちゃんと佐渡の美味しいものとかもたくさん食べれて、そうやっぱ佐渡海に囲まれてるから、あの海産物がすごいこういっぱいあってすごく充実していて、この佐渡で2泊3日だから全泊組じゃなかったから、まあ荷物的には3泊4日なんだけど、その新潟市内でも全泊してたから荷物的に言うと3泊4日なんですけど、その間にもすごい本当に佐渡の美味しいものはいろいろ食べさせてもらえたので、そうだから大変、 MV 撮影ってでもいつもさ朝早かったりとかするからさ大変ではあるんですけど、それ以上にやっぱその佐渡がすごくいいところだったから、なんか佐渡の楽しさとかをすごく体感できて、大変 MV 撮影大変っていう気持ちよりも佐渡楽しかったっていう気持ちの方がすごい大きく、あの帰ってくれたかなっていう感じで、そうでもこの MV 撮影が2泊3日とかだったんですけど、佐渡に行った時物もらいも行く直前に物もらいできてるからやばいよって思ったんだけど、これがなんかすごい人体の不思議で、あのアドレナリンが出てるのかわかんないけど、あの物もらいがそんなにひどくならなかったんですよ。よかった、ほんとこれだけはほんとよかった。そう MV 撮影の期間中も絶賛物もらいできてたんですけど、あのあんまひどくならなくって、でも帰ってきてからは、まあ、皆さんがご存知の通りおしゃべり会の時メガネかけてたりとか、もう帰ってきてからの方がひどくなった、もう真っ白くなっちゃって、なんかうんで白くなっちゃって、帰ってきてからの方がひどかったので、佐渡にいる間はなんとかもう言われなきゃわからないぐらいだった、そんなに大きくは腫れなくって、コンタクトも、まあ、無理やり半ば無理やり入れてたところあるけど、そうだからそれだけは本当になんか不幸中の幸いだったなって思うので、 MV だからこれから公開になってた時に、まあ、そもそもそんなに映ってないような気もするけどでも全然多分言われてもわからないぐらい
にはなってると思います。物もらいの、むしろ帰ってきてからのおしゃべり会でね、制服の時に眼鏡かけてたりとかの方がひどかった。物もらいの、そう、エプリルフール2個できた。あ、そう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 、1個その佐渡行く直前にできて、帰ってきてからもう1個できてました。そう、あっていうのは、あの正式なことで言うと、まあその佐渡に行ってる間もスケジュールギッチギチだから、佐渡でお医者さんに行く時間ももちろんなくて、まあもちろん佐渡にも眼科はあるだろうけど、その行くスケジュールがなかった。もう撮影スケジュールがギチギチに組まれてるから、だから新潟でも、なんかもう佐渡から帰ってきてから新潟で眼科に行ったので、もう普通だったらさ、物回りできたらすぐ眼科に行くべきなんですけど、どう考えても行けないスケジュールだったから、でも本当新潟に帰ってきてすぐ眼科に行ったんで、それが多分エイプリルフールとかだったんじゃないかな。でその時に、なんでもっと早く来なかったんですかって言われてお医者さんに仕事でって言って来れなかったのよ、どう考えてもって思いながら、すいません仕事でって言ったら、なんかこっちにも物もらいできてますよって怒られて、それで2個できてたっていう話。そう、私はもう佐渡に行く前にできた1個だけだと思い込んでたら、あの新潟に帰ってきてから眼科に行ったらもう1個できてますよって怒られて、で物もらいが2個できてたっていう話そうなんですよ、だからそんなこともあり大変だったんですけど、なんかちょうど あれぐらいの時期に MV 撮影してたんだなって思ってください。もうさ、私さ、なんかオーサムもさ、 MV 撮影の時には物もらいできなかったんだけど、あのオーサムの発売日に物もらいできちゃって、だからなんかあんまついてないんだよね。でもまだ発売日の時はさ、発売記念のショールームとかだったからまだよかったんですけど、 MV 撮影に物もらいはね本当にやめてほしかったね。もう終わったことなのでいいですけどもう終わったことなんでいいんですけど、それは結構大変でした個人的に。だから MV も見てみないと分かんないんだけど、そう、どうでしょう。でも本当になんか私たちも正直なところまだ全然分かってなくてまあリード曲の MV 撮影したくらい、逆に言ったらもう昨日発表できることは全て発表しましたくらいな感じです。まあこれからなんだろう、タイトル、シングルじゃないや、アルバムのタイトルだったりとか、まあ楽曲が解禁されたりとか MV が解禁されたりとかっていうのはあると思うんですけど、まだ本当に私たちが知ってるのもそれぐらいって感じです。ジャケ写もね、もう撮影は終わってるけど完成したのも見てないから、本当になんか何とも言えない。多分みんながジャケ写公開されて見るぐらいに私たちも見ることになるんだろうなみたいな感じなので、まあ毎度のことですけどそう、だから本当にもうそんな感じです。今言えるのはこれぐらい、私もそれしか知らないって感じですね。そう、でもすごいジャケ写もなんかこう意味ある感じというか、まあ、今回この7年目にして初のアルバムということで、まあ、その歴史をちょっと含んだような感じにはなっているのではないかなって感じなので、口を滑らせないようにしないと。いやいやいや、口滑らすも何も自分の知ってることがもうここまでなのよ滑らせる内容もないレベルで今知ってるのは これが全てだぐらいな感じだから、滑らせるものもないっていうぐらい、なんか進行状況としてはそんな感じですそんな感じ。でも匂わせる
ものもないレベル案外キャプテンって蚊帳の外なのね。言ってやってよいやでも決まってないんじゃない、わかんないけど初見こんばんは、ありがとうございます、初見さんと思いますよ、はい、決まってないから教えてもらえないんじゃない、わかんないけどでもあれです、今回、まあ、その佐渡で MV 撮影をさせていただいたということで、あの昨日ねサプライズでこの佐渡市長から、NGT48 が佐渡観光応援公式サポーターに任命をしていただいたということで、すごい嬉しい。なんかやっぱりなかなかこういう行政のお仕事というかこうずっとねできていなかったので、今回こうやって佐渡市とこうタッグを組んでこう新潟のために頑張れるっていうのは本当にすごくありがたいことだなって思いますし、こうやってあの佐渡でね MV 撮影をさせていただけたのはこう佐渡のね皆さんあってのことなので、本当にこれだけでもとってもありがたいことなんですけど、今回こうして観光応援公式サポーターっていうものに正式にね決まったということで、まあ MV 撮影だけではなくてこれからもっともっとあの MV もそうですけど、 MV を通して佐渡を知っていただくことはもちろん、定期的にね佐渡にあの足を運んだりとか佐渡のことについてもっともっと発信していけたらなっていうふうに思います。でこれはねちゃんとあの分かってました。 MC の2人は先に映像を見せていただいてて、そうだからメンバーへは本当にサプライズだったんですけど、私とナナミはまあ事前にあの映像見させていただいてて、なんか私はさらにその前日のお仕事の時にその明日の特別配信って何するんですかって聞いた段階でもう見せてもらいました。あ、そう、あのサプライズでさこの動画を出すんだけどさ、ちょっと今確認段階だからどうする、一緒に見るみたいなキャプテンだし MC だしいいよ一緒に見るみたいな感じで先に見せてもらいましたそうだからリカさんは本当に何にも知らなくって当てた、本当に言い当てたんですけど、だからもうリカさんが言い当てた瞬間に私とのやばいじゃんってなりましたやばいじゃん当たってんじゃんってなって VTR スタートさせましたそうでもその段階でもうそう教えてもらってたので、キャプテン特権の MC 特権というわけでね、こう佐渡の観光応援公式サポーターをさせていただくということで、なんか本当にこれをきっかけになんかもっともっと佐渡について知る機会とか、あのこれから佐渡にねもっと足を運ぶ機会も増えていくと思うので、すごい楽しみだなって思います。なんか本当にこう佐渡って行くだけでワクワクするじゃないですか、同じ新潟県内なのにあんなね船に乗ってさ行くなんてすごい、それだけでワクワクするじゃないですか。でこうなんか佐渡ってこう小さく見えるけど離島だし島だから小さく見えるけど、本当に一日じゃ回りきれないぐらい魅力がすごいたくさんあって、まあ、さっきも話したけどそのガタログで佐渡に行った回と MV 撮影とは本当に全然違う場所に行ったので、まあ、いくつか MV 撮影で使用したところも今回のガタログでは出てくるんですけど、ほぼほぼもう違うものというかほぼ違う場所に行ったっていう感じだったので、もう1日2日じゃ回れないし、あの本当に食べ物も美味しければ歴史もあるし、まあ、自然もあるし、本当になんかその行くその時によって何かにスポットを置いて巡っていった方がいいんじゃないかっていうぐらい、あの一度に全部を楽しめる島ではないと思うんですね。そうでちっちゃく見えるけどその起伏が結構激しいんです。山、海に囲まれてるけど島自体は結構山っぽいので、
すごくまあ起伏が激しい部分もあって、こう行こうと思っても結構遠かったりとかするんですよね。そうだから本当に多分 MV 撮影でももちろん佐渡は満喫させていただいたんですけど、それだけじゃこう分からない佐渡の魅力っていうのがもっともっといっぱいあると思うから、今回こうして佐渡の観光応援公式サポーターをやらせていただけるということで、もっともっとこれから佐渡について知れるっていうのもすごく楽しみだなと思ってます。割と都会だとか、そうですよ、全然都会です。そうカラオケもあるし、何が都会っぽいですかね何が都会っぽいかな、普通に何でもありましたよ佐渡そのこう島だから何もないって思うと結構ちゃんと栄えてるかっていう感じかなカラオケあると都会、そんなこともない、いや分かんないけど、みんながどれぐらいのことを想像するかは分かんないけど、割と何でもありますよ。あと結構これはあのガタログの時の話なんですけど、なんかあの景観条例でも敷かれてんのかな佐渡って。なんかローソンがさ、なんか京都とかのさコンビニってちょっと茶色かったりとかするじゃないですか、なんか外観が和風だったりとか、なんか佐渡ローソンの色が濃かったコンビニありますよ、コンビニあります、ありますあるんだけど、あれローソンしかないんだっけ。なんかさコンビニのさ種類1個しかないみたいなの聞いた気がする。あそうだね、佐渡のコンビニほぼローソンなんだよね。そう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 、なんだけどなんかその佐渡のローソンはなんか色濃い、なんか紺みたいな感じだった。そう西武オンがローソンになったと思う。あなるほどね。そうなんかね青が濃かったローソン佐渡の感想、ローソンの色が濃いって結構やばくないもっと佐渡の魅力あるでしょなんでコンビニの話しちゃったの。でもなんかそういう、そう割と都会もともとはセーブオンしかなかったのか、それがローソンになったのか。でもそのローソンが結構なんかカラーが私たちの知ってるローソンではない、濃いめ。そうまあそのガタログの方でも佐渡はいっぱい巡ってるの。だから私人より今佐渡の写真が多いんですよ。だって MV はさまだこの衣装だったりとかなんかあんまり解禁できないことがいっぱいあるじゃないですか。でもガタログの方が先に公開されるから佐渡の写真が人よりちょっと多いので、先にまあ佐渡のいろんなところの写真をあの公開できると思うので、 SNS は、はい、佐渡の写真たくさん載せていけたらなって思います。そうカタログのオフショットめちゃくちゃあるから、逆に本当 MV の時はもう MV の衣装着てる状態なので全部だから、もう全てが解禁されないと出せない写真しかなくて、で今日もねあのアルバム、そう昨日アルバムについて発表されたばっかりなんですけど、今日も早速アルバムについてのお仕事をいくつかさせていただいてて、こう取材とかもしていただいたんですけど、あの衣装で取材とかしていただいたから今日の写真全部載せられなくって、てか今日全然写真撮ってないんですけど、そうでもじゃ あの一つだけヒント言いますね。私じゃいいですか、一つだけヒント言いますよ、みんないいですか、私言っちゃいますよ私いつもあのこうシングルによって髪の毛を決めてるんですよ。でシャーベットピンクの時はちょっとあの MV がすごいボサボサになっちゃったから、シャーベットピンクの時は結構まあ髪型基本自由にしてるんですけど、あのオーサムの時はここが編み込みのハーフアップにしてるんですね。で、うんとポンコツの時はポニーテールにしてるんですよ。で今日はあのアルバムの
お仕事ということで、まあ、アルバムの衣装を MV ぶりに着たんですよ。まあそういうことなんですけどだから今回の MV の髪型はなんだろうなみたいなヒントでした何のヒントにもならないヒントでした。私の髪型についてなだけです私の髪型についてのヒントのだけです今日はアルバムの衣装を着てお仕事だったのでこの髪型です。いやでもわかんないよね、壁写撮影かもしれないし壁写も私この髪型だから、壁写合わせかもしれない、壁写の衣装だったからこの髪型だったかもしれないしそれもすごい楽しみにしていてください。本当にね、衣装もまだ何も言えないんですけど、なんかいろんなことが分かってきたときにこの衣装の魅力とかもすごいたくさん詰まっているので、そうでもね、まあ、その なんて言うんだろう、衣装だけでももちろん素敵なんですけど、衣装だけでは伝わりきらない部分っていうのもあったりするので、はい、だからまあおいおいいろいろなことが解禁されると思うので楽しみにしていただけたらと思います。はい。そう、あとはなんだ、あれね、DVD ね。今回まあアルバムということで DVD がつくんですけど、なんと昨年10月に行われたコンサートの映像がまるっとつくということで、皆さんね、こう単独コンサート映像化してくれないかなってきっとずっと待ってたと思うんですけど、この度アルバムに収録されるということで、え、めちゃくちゃさ豪華じゃない？本当に太っ腹だよね、わかる、本当にそう思う、私いいのって思っちゃったもん。いいの？だってアルバムにコンサートの映像つけていいの？みたいな。普通はだって DVD 単体として販売するようなものじゃないですか。だからこうアルバムとして今回まあリリースさせていただくアルバム、こう多分皆さんが想像してたアルバムの値段よりもちょっとだけお高いかもしれないんですけど、でもあの DVD コンサート DVD だと思ったら、そこにアルバムとして収録曲が入ってあの値段だったら私はめちゃくちゃ安いと思うのね。アルバムとしての値段で考えたら確かにちょっと高いかもしれないけど、 DVD だと思った値段だとした時にはすごい今回は お得というか、そういいのって私は思いました。そう、いや本当にめちゃくちゃ豪華だと思います。コンサートね、やっぱり私もまあ、久しぶりの時メッセージのコンサートだったから、こうちゃんとしっかり映像として残してほしいなっていう気持ちだったので、こうやってちゃんとなんか映像としてみんなにいつでも見てもらえるっていうのは本当にすごく嬉しいし、あのまたねこう記憶をぜひコンサートのあのなんか熱狂というかを思い出してもらえたらなって思います。しかもだって全曲入ってんだよ、コンサートもガチなコンサート DVD じゃんみたいなラーメンがついてもあのお値段。そうなんですよ、なんとローソンのね、なんかロッピーで予約するとオリジナルラーメンがつくらしくて、いやラーメン特典でつける人初めてじゃないの、この芸能界で音楽業界でラーメン特典につけてる人私初めて見たよダイジェストとかじゃないですよ、コンサート DVD はもう全楽曲収録って書いてあったじゃないですか、全20何曲収録とかだからもう本当に全部入ってる、ダイジェストとかじゃなくて。すごくない？本当にめちゃくちゃ豪華で、ラーメンついてた方がいいでしょ、みんなローソンで予約してきて
ローソンで予約してきな。いやでもオリジナルラーメンって書いてあったけどさ、そのオリジナルラーメンもさ、どんなラーメンかはちょっとわかんない。オリジナルラーメンだけどまだ私たちも何ラーメンかは知らない。何味のラーメンなんだろう。ちょっとわかんないけど、ラーえ、みんなどうすんの？ラーメンは欲しいじゃん、ラーメンはね。え、でもさ、え、これ記念に取っておくの、みんな、なんかこのラーメンとか。でもさすがにさ、ナゲットもさ取っといてる人いないでしょ。ナゲットのバケツは取っといてるかもしれないけど、ナゲットそのまま取っといてる人いないもんね。ラーメンはやっぱみんな食べるけど容器だけ残しておくみたいなタイプ。それともこのラーメンって何なんだろう、カップラーメンなんかな。カップラーメンだったら保存効くっていうか、まあ置いといてもまあまあいいかなみたいな感じなのかな。 A と B で違う味だったりして、いや、え、どうだろう、わかんない。ありえなくもないよね。確かに。タイプ A は醤油味です。タイプ B は味噌かな。いや、やっぱ新潟らしくタイプ A は生姜醤油で、そういう感じ。いや本当にあのオリジナルラーメンつくことにびっくりすぎて、何ラーメンかは何にも存じ上げないんですけど。だしちょっとどういう形態のラーメンなのかもちょっとなんか結構さ、ちょっと詳細何も載ってなかったよね。私もさ、なんか一応事前に来たんですよ、これはなんか13時にこれを発表しますみたいな一応連絡は来たんだけど、でそれなんかサイトみたいなのも事前に送られてきて見たんだけど、まあ、その皆さんが今見てる予約サイトと全く同じリンクが送られてきてるのね。見たんだけど、ラーメンの詳細何にも載ってない。ラーメン付き のアルバムっていうその予約のページでしかなくて、ラーメンについての詳細とか何にもなかったから私もよく分かってない。分からないし、確かにでもタイプ A タイプ B で味が違う可能性もなくはないよね。分かんないけど、アルバム付きのラーメンだとしたらちょっとすごいお高いラーメンだね。そりゃ高いわ。一杯だっていくら5000円とか、一杯5000円のラーメンとかなっちゃうよ。ちょっと高くない、それは。ラーメンメインだとちょっとそうなっちゃうから、いやそこはやっぱラーメンはあくまでも特典ですけど、6000円のラーメンとかどんなラーメン出てくんの。すごいよそれ。でも確かにね、まあ、ラーメンの味は分かんないけどパッケージとかも気になりますよね。今回のなんかアルバムのジャケ写風のジャケ写のデザインのカップとかなのかな。でもこれは本当にもう予約してみないと分かんないですもんね。多分この先ラーメンの詳細が出ることはないと思うよ。もうなんか特典にラーメンがついてくるんだぐらいな気持ちじゃないと、ここからラーメンだけの詳細いらなくない、正直。いや知りたいよ、知りたいけどさ、なんか今回のアルバムに関する新情報です、ついてくるラーメンは何味ですか、いらなくない。私たちが知りたいのはそこじゃないってなるじゃん。知りたいけどね、知りたいけど優先順位としては絶対そこじゃないじゃん。だからこれから先ラーメンの詳細が出ることはないと思うから、だからちょっともうラーメンがつくんだなっていうことを理解した上で、あの多分予約するしかないんじゃないかなって思うんですけど、いや味は気になるけどさ、パッケージのデザインとかもね、それによってじゃあラーメン付きの方がいいかってなる人もいるかもしれないけどさ、メンバー考案かどうかで買うかを決める。いや今んとこだけどメンバー何にも知らないよ。オリジナルラーメンのはずだけど何味のラーメンか知らないよ。ってことは
メンバーオリジナルじゃないんじゃない？でもわかんない、ラーメン部が作りましたかもしんないから。私スイーツ部だからさ、ちょっとラーメンについてはちょっと知らないなみたいなとこあるけど、いやとにかくでも話題性はものすごいラーメンがついてきちゃうアルバムはもう世界初だと思うからちょっとだからまあこれはね、でも本当にあの通常版ゲットするんだったらラーメンついてる方が絶対いいと思うんですよ。まあ何ラーメンかわかんないけど、だからぜひねローソンさんで予約していただけたらと思います。コンサート DVD だと思ってね、もういやアルバムなんですけどラーポンさん反応してたね。やっぱなんかラーメン部と関わりあんのかな、なんか私もそれはわかんないんだけど、ラーメンってどういう形でついてくるの？もうなんかアルバムにこうやってぐるぐる巻きにしてラーメンくっついてくる。ラーメンもね、そうだよね、なんかカップ麺なのかさ、こうなんか生麺ではないと思うけど、コンビニのチルドとかでやってるような、ああいうのじゃないと思うけどさ、袋麺なのかさ、ちょっと知りたいけど別にいらない情報知りたいけど優先順位めちゃくちゃ低い情報アルバムにぐるぐる巻きかもしんない、ラーメン。ラーメンの麺がぐるぐる巻きなわけじゃないですよ、もちろん。それは一番嫌でしょ。汚い、普通に。麺でぐるぐる巻きにされてんのめっちゃ嫌。こんなラーメンは嫌だ。そんなことあるかい。それはないと思いますけど。ただの迷惑じゃんそれ、ラーメン付きのアルバムってやだやだめちゃくちゃ迷惑でもぜひ多分通常版予約するんだったらラーメン付きがいいんじゃないかなって思います。でもこの CD ショップ別の特典っていうのもあるので、それはね昨日発表されてましたけど、CD ショップ別での、 あの特典もあるから、まあ、ラーメンほど大きい特典はつかないかもしれないけど、生写真はねそれぞれの店舗によって多分カットが違う、写ってるメンバーが違うと思うので、まあそれも多分後々発表されると思うんですけど、まあ、発表されてからの予約でももちろん全然大丈夫なので、ぜひぜひゲットしていただけたらと思います。そして劇場版の方にもね今回は映像がつくということで、いつもだったらさシングルだとさ、まあ、シングルはこう CD と DVD が通常版の方にはついてて、劇場版は CD だけとかなんですけど、今回は劇場版の方にも映像 DVD がついていて、こちらには MV 撮影のメイキングがつきます。はいね、この2泊3日3泊4日でやってきた茶道のね MV 撮影の様子をぜひ皆さんには見ていただきたいので、でこれねそのまあ大きく言うと MV のメイキングなんですけど、あのすごいみんなには見てほしい映像が入ってるんじゃないかなって思うので、まあ、メイキングなんだけど、そうただのメイキングじゃないかもしれない、いやでも分かんない、私も見てないから分からないけど、なんかいつものメイキングよりかはすごくボリューミーなんじゃないかなって気はします、撮ってた感じは。でも実際何がさメイキングとして使われるかは私は分からないから何とも言えないけど、なんかいつものなんかメイキングとかよりかはやっぱアルバムの分豪華なんじゃないかなって気はします、見てないけど見てないから分かんないけど、どこまで使われるかこれは私の想像でしかないけど、で長さもさいつものさシングルについてるメイキングとさ今回のアルバムだと、ま、
通常版の方はコンサートがつくからさ、それなりに長いじゃないですか。コンサートが全曲収録されるってことはメイキングめちゃくちゃ長いから、それ相当の劇場版の方にもなるのか、それとも普段のシングルのあのメイキングみたいにゃなにゃーだってメイキングぐらいの長さになるのかっていうのはちょっと私もそれは分からないので、収録されるな長さについては、だからその、まあ、コンサートが入る分だけ劇場版の方も長くなるのかっていうのはちょっと分かんないけど、でも私はすごいメイキングの方もぜひ見てほしいし、あの劇場版の方はおそらく皆さん特典目当てにねたくさんゲットしてくださると思うから、あの必ず見てもらえるとは思ってるので、あの、まあ、多分そんなにね深く喋らなくても、このメイキングのことについて喋らなくても多分皆さんの手元には必ず1枚は届くんじゃないかなって思ってるので、まあ、メイキングの方も楽しみに、こうなんていうの、あの通常版の方にはコンサートの映像がつくから、あ劇場版の方にも DVD つくんだ、でもメイキングかみたいな風には思ってほしくなくて、多分それなりに充実したメイキングにはなってるんじゃないかなって思うんですけど、はい、まあでもね、そんな劇場版の特典には今回もう皆さんが待ちに待った待望のリアルイベントが開催されるということで、もうなんかラジオトークみたいに拍手のボタン欲しい、拍手を押したい、もう本当に押しそうになった、拍手のボタンないのにバチャバチャバチャして押そうとしちゃった代わりにみんながいっぱい拍手を送ってくれるねえ、ええやん絶対あれでしょ、絶対のラジオトークのあれ送ったでしょ今、ええやんねえ、やっと皆さんにお会いできました、そいやそいや、ありがとうございます、やばいラジオトークになってくるねえ、そうなんですよ、ついにツーショット撮影会が開催されます。でもこれも本当になんかアルバムならではというか、多分これがもしもシングルとかってなってたら、まあリアルな現地のおしゃべり会みたいなのあったかもしれないけど、ツーショットっていうのは多分なかったと思うから、今回アルバムをリリースすることになったからこそツーショットだと思うのでね、嬉しい。で本当にあのこれはさっきツイートもしたんですけど、私がこのセンターをさせていただいた5枚目シングルのシャーベットピンクの時はもうすでにコロナ禍真っ只中のあのリリースだったので、あの初めてオンラインおしゃべり会が導入されたシングルだったから、その今回のその今回じゃないや5枚目シングルでそのセンターを務めた時に初めて私のことを知ってくださって好きになってくださった方とか、まあ、そのセンターだけじゃなくてもそれ以降に私のことを知ってくださった方とかは、こうおしゃべり会とかにはね何度かこう来てくださってた方ももちろんいらっしゃったんですけど、直接お会いしたことがなかったりとか、まあ、昨年末にねちょっとリアルおしゃべり会みたいにちょっとだけありましたけど、本当にあれも劇場でやっただけだったから、なんかほぼ直接会ったことない方ばっかりなんですよ、おしゃべり会に来てくださる方の。フォローしましたありがとうございます。そうだから本当にこうなんだろう、私のことを見つけてくれてこうおしゃべり会に今まで参加してきてくださった方には本当にずっと会いたいなって思ってたから、今回こうやって会えるのすっごい嬉しいし、その正直そのセンターになった時とかにこう初めて知ってくださっておしゃべり会にねこう来てくださった方とかは、いつか絶対直接会ってみたいんだとか直接お話ししてみたいんだってすごい言ってくれたのね、オンライン上でも。でもなんかそれっていつできるんだろうっていう気持ちがやっぱりずっとあって、もちろんファンの方もそういう風に言ってくださってるけど、いつになったら直接会えるんだろうなってずっと思ってたと思うし、なんか私もそうやって言ってくれるのは嬉しいけど、それって本当にそんな日が来るのかなっていう気持ちでずっといてから、なんかもしかしたら会えないまま卒業しちゃうんじゃないかなとか
も正直思ってた部分があって、だから今回こうやって久しぶりにこうリアルイベントの開催が決まって、やっとそうやっておしゃべり会に来てくださってたね、あの皆さんとこう初めて会える方がね多分多いんじゃないかなと思うから、本当にそれがすごく嬉しくって、そうだからまあそれはリアルなんだろうおしゃべり会でも、まあ、ツーショットでもいいんですけど、そうやって会えることがすごく嬉しいなってずっと思ってたから、まあ、今回アルバムということでツーショット撮影会になるので、でもそっちの方がよりさなんか思い出がちゃんと思い出として残せるじゃないですか、ツーショットの撮影会だから。だからこう今までずっとオンライン上でしかお会いしたことなかった方とこうやっと実際にお会いすることができて、その場で一緒に写真を撮れるからこうやっと会えたねっていう証拠ができるじゃないですか。それが本当にすごく嬉しいなって思っていて、もう本当にねずっとオンラインでしかお話できてなかった方と早くお会いしたいなっていう気持ちだし、あとそのもう全然コロナ前とかはさ AKB さんのアルバムとかにもこの写真何サイン会かサイン会とか参加させてもらっててね、なんかサイン会の時とかはツーショットチェキみたいなの撮る時もあったじゃないですか、チェキじゃなくても普通になんかツーショット撮影とかもあったじゃん抽選で。だからなんかこのその当時通ってくださってた方とかとも多分こうやってツーショット撮れるのもう3年ぶりとかになるわけじゃないですか。多分一番最後のさツーショットとかがさ冬の時ってツーショットあったっけ、もういつがツーショットあった時かも覚えてないレベルでさ、最後いつ12月のその握手会の時ってツーショットもやってましたっけ、やってたかな、なんかハロウィンの格好してツーショット撮った記憶はあるんだけど、12月サンタの格好してツーショット撮ったっけ、どうだったかな、トナカイ、あー覚えてるよ、私がトナカイの格好したわけじゃなくてあなたがトナカイの格好してきたんでしょでもそれで思い出したわ、明日はクリスマスツーショット撮ったわそっかクリスマスの時もツーショット撮影あったわ、そういえばすごい思い出し方したじゃん、大ヒントくれた大ヒントきました、ありがとうございますそうだサンタの時のツーショットだからそれ以来とかになるわけじゃないですかね。だからそのなんだろうコロナ前からそうやって私の握手会に来てくださって、まあ、抽選でね当たった方とかツーショット撮ってたけど、それ以来ずっと会えてなかったわけだから、その福袋のね特典とかでツーショットはもう2回ぐらいかな撮影したんですけど、でもそういうの以外ではこうやってみんなとツーショット撮れるのはすごく久しぶりになるから、その今までオンラインでしかお会いできてなかった方とツーショット撮れるのもすごい楽しみだし、みんなと久しぶりにツーショット撮れることがもう私は本当に嬉しい。なんかあれってさ、まあ多分もうコロナ禍だから多分統一されてると思うけど、昔さツーショット撮影の時ってさメンバーがカメラ持つとかさファンの人が持つのかさ、まあ、ちょっと持って撮影できない方はスタッフさんに撮ってもらったりとかさ、なんか加工アプリダメですよみたいな、ノーマルカメラで撮ってくださいみたいな感じだったけどさ、メンバーとしてはいやいやいや漏らしてくれよみたいな、可愛いアプリで撮ってほしいよみたいな気持ちあったりとかさなんかもう3年も前だからさ、なんかそういう加工アプリもさなんかちょっとクマとか犬とかだったからすごいなんか時代を感じるんですよノーマルカメラじゃなきゃいけなかったけど、その後からさ加工してくださる方とかもさいたわけじゃないですか。そういうのとかみんな自分の顔隠すためでもあるからさ、犬猫クマとかなんかこのふわふわしたものがこの周りについてたりとかしたじゃないですか
ちらも今コロナ禍だからメンバーにカメラ持たせることは絶対ないと思うし、ちょっとなんかどういう形でツーショット撮影会やるのかわかんないんだけど、なんかでも HKT さんのツーショット撮影会をイメージしてもらった方がわかりやすいんじゃないかなって思います。ちょっと私たちもまだそのツーショット撮影会がどういう感じで進んでいくのかっていう説明を受けてないので、実際どういう風にやっていくかっていうのはわからないんですけど、あのでもこう HKT さんとはね同じグループだから、イメージ的には多分 HKT さんがアルバムリリースした時のツーショットとかをイメージしたらわかりやすいんじゃないかなって思います。多分同じ感じじゃないかなと予想してるけど、ちょっとわかんないけど、まあ参考にする程度には多分いいんじゃないかなって思います。 HKT さんのねスタイルはね、あの間にアクリル板挟んで撮影する感じ。どっかに載ってないかな、メンバーの SNS とかにたまに載ってるんだよ、あかりとか渡辺あかりのツイッターとかに、なんか前めっちゃ前にさイブちゃんと撮ってるのとかあった気がするんだけど、なんか豊永紀さんとかと撮ってなかったっけ。わーめっちゃ探すの大変ごめん、あかりちゃんの、あーでもあったよ、ほらリミカちゃんと一緒に撮って、まあ、これはメンバー同士だからちょっと距離が近いのもあると思うけど、なんかこうテーブル挟んでアクリル板挟んでみたいな、これ HKT さんの多分写メ会イメージ、こんなあかりのツイッターから漁った多分これメンバー同士だからこれぐらいの距離感だと思うから、ファンの方と撮るってなった時はもうちょっと距離あると思うけど、でもこれめっちゃわかりやすくない？別に人いないけど多分こんな感じありそうじゃない？え、なんかでも衣装いいな、衣装で、え、みんなはどう？これなんかさ HKT さん多分私服でも衣装でもいいのかな？なんかこの日あかりは写真会2日目ありがとうございました、リセット公演の衣装にしましたって書いてある。実際さ衣装で撮ってんのよ、めっちゃ良くない？なんかさ SKE さんもさ、なんかこの握手会とかさ、握手会はないか、トーク会、 SKE さんのトーク会とかもさ、なんかたまにメンバーさん衣装でやってる時あるじゃないですか、あれめっちゃいいなと思って。そう、 HKT は前から衣装で写メ会やってた。あ、そうなんだ、それ初めて知った。あれめちゃくちゃいいなと思うんだけど、ファンの方的にはどうですか？衣装でさやるのとさ私服でやるのとどっちがいい？NMB も昔やった。いやいいよなみんなはどっちがいい？メンバーとそうやってツーショット撮るとしたら衣装と私服、断然衣装は本当に自分は私服かな、まあ、どっちもできたらいいけどさ、衣装っていう選択肢が今までなかったじゃん NGT には。なんかそのなんだっけ、善悪みたいな、善悪じゃないと衣装ってやらせてもらえなかったじゃんね。なんかさこの前のさポンコツのさカフェイベントの時とかは、カフェイベントポンコツの衣装でやらせていただいたんですけど、その時に結構ファンの方から声が多かったのは、普段あんまり衣装をあの距離感で見ることがないから衣装が見れてすごい嬉しかったっていう風にカフェイベントの時結構言ってくださってる方が多くて、そう、確かにこう普段劇場とかのステージで立ってる衣装だけど、やっぱそのステージ の, この客席から見る衣装とあのカフェイベントのあの距離感で見る衣装と多分違ったんだろうね。私は普段から着てる側だからちょっとそのファンの方の気持ちは分かんないけど、確かに細かいなんかディティールとか素材感っていうのはこうやっぱあの距離感で見れてこそだったと思うし、それは結構こういう写真ツーショット写真会とかのそもそもねポンコツの衣装全然着てなかった、確かにそれはあるな。そう、確かにあの距離感で衣装見れるっていうのは新鮮かもね。そうなったら確かにツーショット写真会みたいなのも衣装でできたらファンの方はそれはそれで嬉しいよね。なんかメンバーのさ
私服で撮れるのもまあちょっとデート感があっていいかもしれないけど、ツーショットでも確かにアイドルって感じするもんね。特別感あるよね、やっぱ衣装着てると。衣装着てるアイドルとツーショット撮ってこそなんか、あ、アイドルの写メ会来たなみたいな感じあるし、かといってこう私服だからこそすごい普段のメンバーとはちょっと違ったイメージでも写真撮れるしってのありますよね。いや、わかる。そうなんだよ、本当にさ、 SKE さんのあのトーク会がめちゃめちゃ羨ましくて、衣装でできるのが。しかもなんか自分でさ結構選べるじゃん、なんか聞いた話によると、なんかこの衣装お借りしたいですとか、この日は私服でやるけどこの日はじゃあこの衣装にするねとか、なんかファンの方と一緒に決めてたりとか、すごいそれ羨ましいなって思って。その多分今回はアルバムのツーショット撮影会だから、まあ衣装で撮影会するってなったら自然と多分アルバムの衣装とかになるのかな。でも逆にあれか、アルバムだからこそ今までのシングル曲とかが入るってなれば、今までのシングル衣装で撮影っていうのも、まあ、なくはないかもしれないよね。今回まあアルバムで新規の衣装とかがあれば、まあ、その衣装ももちろんそうだけど、各シングル、今までのシングルを入れるって、アルバムに入れるってなったらそのシングルの衣装とかも、しかも今人数が少ないので、あ、でも全員で着ようってなる難しいのかな。例えば青春時計とかは16着しかないから、あの今メンバー23人なので全員で青春時計の衣装を着るとかがちょっと難しくなるから、それはできないかもしれないけど、確かにね、衣装で撮れるのいいよね。わかる、やりたいのよ私も、めちゃくちゃ。なんか言う機会があれば提案してみようかなめちゃくちゃわかる、衣装でもやりたいよね。まあでもそんなわけでツーショット撮影会があるということでね、皆さん、あ、そうだ、あとさ、もう一つさ、さっきツイートした時にさ、リアルイベントができるようになったら行くねって言ってた人、あれね、いるのよ本当に、そういう人いたの。まあもうさ、オンラインおしゃべり会になってから結構時間も経ちますから、もうシングルも3枚出てね、もうオンラインおしゃべり会が当たり前になってきたからあれですけど、いたのよ、リアルイベントやるまで会いに行かないからみたいな人。まあ、それはそれぞれいろんな事情があるからさね、リアルで会えないと意味がないって思って、そういう価値観を持ってる人ももちろんいるから、いやそれは全然それが悪い、なんでオンライン会いに来ないんだよとは言わないけど、でもそれリアルイベントやるまで会いに行けないって言ってた人たちは覚えてんのかなと思ってあん時言ったこと覚えてんのかなみたいな、ちょっともう今拳が下から拳が下から出てきちゃう本当にやりますよーみたいな、リアルにイベントやりますよーって感じ、本当覚えてんのかな、ちゃんと会いに来てくれんのかなみたいな感じです。わかる、ちょっとリアルイベントやるまで会いに行けないからっていうのを理由にどこかに行っちゃったんじゃないかと私思ってるんだけど、ちゃんと来てくれんのかな。でさ、もうだってオンラインになってからかれこれ3年ぐらい経つわけ、2年か2年経つわけじゃないですか。だからまあこの2年間そのなんかリアルイベントがあるまでは行けないって言った人たちはね、まあもうオンラインになってから2年もあるわけだから、まあ2年間前に行ってなかったら俺のことなんて覚えてないだろうなみたいな、まあリアルイベントやるって なったけど、まあどうせ覚えてないでしょみたいに思う人たち、嘘だね本当、覚えてんだから2年来てなくても。だってリアルイベントあるまで行かないって言われたらさ、もうこっちもだってそのさ、さっき言ったけどさ、このオンラインの時代になってから私のことを知ってさ、好きになってくださった方とかはさ、今はオンラインでしか会えないけどちゃんと直接会えるようになったら絶対直接会ってお話しようねって言ってくださってる方の前ではさ、え、そんな日って来るのかなみたいな気持ちだったけど私も。でもさ、リアルイベントがあるまでは行かないみたいな人に対してはさ、ちゃんと覚えてるからね、リアルイベントやるまでみたいな気持ちだったから
フォローしました、ありがとうございます。いやだからすごい、その実際そのリアルイベントっていうのが存在するのかっていうか、できる日が来るのかっていう気持ちはもちろんあったんだけど、その日が来るまでちゃんと覚えてるからねみたいな気持ちだったから、覚えてんのかなと思って忠告のツイートしたんだけど、さっき覚えてんのかなって。本当にあの忘れてないからね。特にそのリアルイベントをさ求めてる人たちっていうのはさ、いわばその昔リアルイベントやってた時代通ってくれてた方ってことじゃないですか。そうだからやっぱそういう方の方がそのループしてくれてたっていうか、だってそのリアルイベントやってた時代はさ、まだ加入して1年とか2年とかだったわけだから、私の握手会とかに来てくださる方も少ないわけで、そんな中でそうやって通ってくださってた方なんだから覚えてないわけないじゃないですか。だからそれがね、たとえね2年間とかオンラインのイベントしかなかったから、2年間間が空いてたからもうずっと行ってないしとかって思うかもしれないけど、いやそれ以上のことこの2年の前にやってるのよ。私のおしゃべり会にたくさん並んでくださったりとか、そうだから忘れるわけがないじゃないですか。そうだからちゃんと来てくれんのかなみたいな本当に忘れてないかなって、こっちが聞きたいんだけどって感じ。もう2年も経って俺のことなんか忘れてるだろうみたいな、センターになってキャプテンになってみたいな、きっとおしゃべり会になオンラインになってもむしろ会いに来てくれる人が増えたんじゃないかとかさ、もう俺のことなんか忘れただろうみたいな感じでなってるかもしれないけどさ、いやこっちが聞きたい、本当に私のこと忘れてないみたいなえでも本当にねいるんだよ、オンライン一切来ない方、リアルイベント。でもあのたまにいるのはやっぱリアルイベントを求めてるから、劇場とかあとそう外のイベントなんかステージとかの時にたまーにいたりする。でも私がそもそも公演全然出てないし、そういう外のイベントとかもさ、なんか夏フェスとかそうとかでたまーに見かける人もいるよ。そのだって一人じゃないから、そのリアルイベントがあるまで行かないみたいな人一人じゃないから、なんかそういう価値観を持ってる方の中には本当にそういうリアルなイベントの時だけ現れる人もいるそうとにかくリアルイベントにあのこだわってる方とかは、そういう外のフェスとかでとたまに見かける方とかもいるんだけど、そうでも本当にオンラインおしゃべり会は一切来ないとかもう全然あります。でもあのそのオンラインの間は行かないよっていう人の中には、あのその後本当に跡形もなくいなくなっちゃったりなんかメールの返信も途絶え、そういう劇場とかもいない、オンラインももちろん来ないみたいな人もいるから覚えてるのかなみたいな、自分が言ったことも多分覚えてないんだろうなみたいな、そういうリアルイベントができるようになったら行くねみたいな、そう言った言葉も多分自分でも覚えてないんだろうなみたいな、そんな人多分私のことすら忘れてるだろうなみたいな気持ちなんですけど、これはもうな流れたってことですかね。やっぱりそう思うしかないですか。メールの返信もいつも来ないんですよおしゃべり会も来ないし、ようやくこうやって2年ぶりにリアルイベントやらせていただけるんですけど、やっぱりもう私のことなんて忘れて会いに来ないと思いますかフォローしましたありがとうございます本当にてくれるかなだから本当にさ、このずっとオンラインでしかお会いしたことがない方にも早く会いたいし、
ちょっと久しぶりにツーショット撮れる皆さんにも会いたいし、もうずっと会ってない、オンラインの間ずっと会ってない人にも会いたいし、でも私が会いたいと思ってもさ、私から会いに行けないじゃないですか、みんなが来たいと思ってくれないと。だからそれが本当にさ、なんか会いに行ってんだったらいくらでも会いに行くぞぐらいな気持ちなんだけど、ちょっとあんたのこと私忘れてないんだけどみたいな追っかけ回したいレベルでさ覚えてんのにさでもさ私からは会いに行けないじゃん、自分がどれだけ覚えてても向こうが私のこと覚えててくれなきゃそれが本当になんかアイドルの宿命だなって思う。こっちがどんなに、でもこれって本当に多分卒業する時も思うんだろうけどさ、なんかよく卒業する時さ、ゆかさんとかもさ言ってたけどさ、一回でも私に会いに来たことがある人は最後にもう一回会いに来てとか、卒業のさ前のおしゃべり会とかでよく言ってたじゃないですか、ツイッターとか。いやもうなんか別に卒業しなくてもその気持ちめちゃくちゃわかるもん。なんかこっちは卒業する前に、まあ、卒業してなくてもなんかその前にもう一回会いたいって思っててもさ、向こうがさ来てくれないとさ会えないじゃない。だからそれが卒業ってなったらもう卒業して一生会えない中に、ね、ああゆたろうさんも言ってたよね。そうだからやっぱすごい気持ちわかるんだよね。自分が辞める予定がなくても、自分が辞めるってなった時に一回でも自分のおしゃべり会に来たことがある人にはやっぱお礼も言いたいし、なんかでも私たちからはこうお礼を言える場っていうのは、その一人一人にお礼を言える場っていうのがないわけだから、やっぱ会いに来てもらえないとさお話できないわけじゃないですか。だからそれが本当になんかこう別に悔やんだからって何かできるわけじゃないけど、だから悔しいっていう感情もちょっと不思議だけど、本当に自分たちで何かできるわけじゃないからこそ本当にみんなには会いに来てほしいなって思うし、正直このツーショット撮影会っていうリアルイベントが告知はされたけど、これからまたそのコロナの状況によって本当に開催できるかどうかっていうのが分からないじゃないですか。今のこの状況、まあ、ゴールデンウィークもなんかマンボウとかそういうのが何も発令されてない状況で、今の状態でだったらツーショット撮影会っていうのができるかもしれないけど、それこそこのゴールデンウィークが終わった今ちょうどこれぐらいの時期とかにコロナがどうなってるかってわからないじゃないですか。フォローしました、ありがとうございます。そう、それがさリリースが6月の29だから、まあ、ツーショット撮影会が始まるのもまあ7月以降とかになると思うんですけど、なんかそうなった時もその7月のコロナの状況なんてわからないじゃない、なんか夏休み入る前だし。だからなんかそのせっかくねこうやってツーショット撮影会ってリアルイベントの開催が発表されたけど、本当にそれが無事に開催されるかっていう保証はないから、なんか逆に言うと今発表されてそれができるっていう風になってるうちに会いに来てほしい。なんか今しかもアルバムってそう定期的にリリースするものじゃないじゃないですか。だからこう多分今回アルバムだからこそツーショット撮影会があるわけで、今後だからまあコロナが落ち着いたとしてもシングルリリースしたからってツーショットはないじゃない。まあこう現地でおしゃべり会みたいなのは今後シングルをリリースしてもあるかもしんないけどね、コロナの状況によっては。でもツーショットっていうのはアルバムじゃないと多分ない特典だから、次アルバムリリースするの、そうだよね、次7年後にアルバムリリースされるってなったら誰がいると思うめちゃくちゃ言い方悪いけど、もう私アイドル5年目なんですよ。次のアルバムもう7年後とか言ったらどうすんの。私アイドル12年も やらないよだって7年後何歳？ 28 歳だよ。そろそろちょっと結婚させてくれみたいなちょっとそろそろアイドルからはちょっと降りて結婚したいなみたいな気持ちだよ7年後ってわかんないけど
それは分からないけど、7年いる保証はちょっとなかなかねえ。しかもだって今キャプテンになったばっかりでしょ、7年もキャプテンいる？そろそろ次のキャプテンに変わったらみたいになるよ。いや本当だからそう考えたら多分ツーショットを撮れるのって今しかないんですよ。これがまあコロナがちゃんとこう今みたい今ぐらいの状況でツーショットが無事に開催されたとしてね、次ツーショット撮れるのいつだと思うってなったら本当に今会いに来てほしいって思ってる私は。そう、話を聞いてて行くことにしました。カイリーちゃんと撮りたい。おいおかしいだろ。え、私がこんなに熱弁して私と喋りたいとは思ってくれなかったの1ミリも。悲しい、もう喋るのやめる。嘘でしょ、今こんだけ喋ってて、え、よかった気持ち伝わったとかって思ったのに最後までコメント読んでみたらこれよ。おかしいだろ。いや全然カイリーちゃんのところに会いに行くのはそりゃもうだってカイリー写真撮ったら絶対楽しいよ。でもさ、私のところにだって会いに来てくれてもよくない？それは私のところに来てくれてもよくないですか？じゃあちかなちゃんに違うでしょ？一番撮りたい人。いやでもそのなんだ、だから本当にこうアルバムが次またいつリリースできるかわからないってなった時に、あの今回こうやってツーショット撮影できる機会っていうのが2番目に好きなんだけど差があって、そんな振られ方ありますか？悲しいな、喋る気力なくなっちゃった。でも本当にさ、もういつツーショットが撮れるかわからないし、こうやっていつまたねこう、これがだってもう当たり前じゃないっていうの分かってるじゃないですか、みんな直接会えることが。だってさ、もう2年も待ったんだよ直接会えるイベントを。直接会えるのをさ2年も待ってさ、このやっとリアルイベントがあるってなってるのにさ、私は絶対行きます。耳かみをして、みんな優しいんだから。ありがとう。爪カチ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 。ありがとう。そう。だからさ、すごいこんだけ待ったわけじゃないですか。それでこうやって直接会える機会がさ当たり前じゃないって分かってるからさ、うん、みんなにも本当に会いに来てほしい。ミュシカ。すごい絵文字にぴったり。でしょ？だから本当にみんなには会いに来てほしいなっていうのはすごく思ってて、怖くない。そう、実はミミとツーショット撮ったことがないから多分行きます。ありがとう。で、あとでもこれは本当に私思うんだけど、そのやっぱアルバムだからこそのツーショット撮影会じゃないですか。だから本当にこれはいつツーショット撮れるかわからないから、本当にね、あの会いに来てほしいし、こう一緒に写真も撮りたいんですけど、アルバムだからこそ値段ももちろんシングルよりも高いわけで、しかも今回 DVD もついてるから値段が高いじゃないですか。そのツーショット撮れるっていうのを差し引いてもやっぱりちょっとどうしても高いじゃない。だから今までおしゃべり会とかだったら、まあ推しはこの子だけどこの子のところに挨拶行こうとか、なんかこの子とちょっと喋ってみたいなとかっていう、なんか興味本位で行ってた分ってあるかもしれないけど、そのツーショットが撮れる、その直接会えるっていうイベントが久しぶりだからこそ推しに全力を注ぎたいって思うか、そのなんだろう、今までちょっと喋ってみたいなみたいな興味本位で振ってった分がさ、なかなかそこまで回せない値段じゃない、アルバムだから。そうってなると、なんか本当にこうシングルって結構挨拶で来てくれる方とかファンの方とかはいたんだけど、アルバム
でこういう個別の例えばツーショットとかってなるとすごくなんかリアルな数字が見えるというか、なんかあんまりこういう話はしたくないけど、なんか少なくともそういうおしゃべり会のさ来てくださるファンの方の数字だったりとかで評価されてる部分ってアイドルはあるわけで、だからそんでも実際さあのおしゃべり会とかってなるとそういうご挨拶とか、特に私は前回のポンコツに関してはあのちょうどキャプテンになるっていうキャプテンが発表されたくらいだったので、こう再販とかでキャプテンおめでとうとかあの言いに来てくださる方がすごく多かったんですね。もちろん本当にいつもシャベットピンクの時も王様の時も私のおしゃべり会にこういつも通ってきてくださる方ももちろんいるんですけど、こう初めましての方もすごく多かったので、初めましての方の中にはいや実は推しメンはないないんちゃんなんだけど今回そのキャプテンになるっていうことだったからちょっとよろしくねっていう挨拶をしに来たみたいな方もいらっしゃったんですよ。だからそういうのがこうなんだろうおしゃべり会ではあったけど、こうアルバムってなると1枚あたりの値段がやっぱりすごくあの値段がね高いから、そういう挨拶のために来るっていう人がすごく少数だと思うの。でそれで他のメンバーにこう振り分ける分やっぱ自分の推しに会いに行きたいと思うし、ツーショットいっぱい撮りたいと思うし、フォローしましてありがとうございます。だからそうなった時にこの今までのシングル以上になんかリアルな数字が出ちゃうっていうか、自分と本当に話したいとかなんか会いに行きたいって思ってくれた方が会いに来てくれると思うので、それがね私はすごく正直怖いなって思ってて、そうなんか本当になんだろう、前回のポンコツはキャプテンになるっていうのが同時期だったからこそそれもあったので、なんかこう自分のさ、まあ、自分が今どれぐらいの位置にいてとかどれぐらいあのファンの方が来てくださってっていうリアルな数字はこう伝えられてないからわからないんだけど、なんかすごく体感、まだ別に申し込みも始まってないから全くわかんないけど、でもこう来てくださるファンの方の数字としてはすごく減っちゃうんじゃないかなって自分で思ってて、まだ分かんないじゃん、まあ、ポンコツのおしゃべり会は終わったけど今から申し込みはさまだ全く始まってないから、でそもそもポンコツがどれぐらいファンの方が来てくださったかっていうリアルな数字は分かんないから比べようがないんだけど、なんか体感としてその大人の方が見えてる数字の面ではすごいなんか下がっちゃうじゃないかなってちょっと怖くって、そうなんかね、でもそれがすごいリアルな数字なんだろうなって思うし、そのなんか自分のあのおしゃべり会とかツーショットとかのなんだろう人気がどうこうよりもやっぱり今はキャプテンとして今回のアルバムすごく成功させたいし、いろんな人に NGT48 の魅力を伝えてこのアルバムを引っ提げたツアーとかもやりたいし、こうなんかなんて言うんだろう、アルバムとして自分のそういうおしゃべり会とかツーショットとかのそういう成績の面ではなく、全体グループ全体としてのこのアルバムとしてをやっぱり成功させたいっていう気持ちがもちろんあるので、なんか自分のその例えばツーショットの売り上げがどうかなみたいな不安な気持ちが全くないわけではないんだけど、なんかそこにだけ気にしてる余裕は今の自分にはないっていうか、そこだけ気にしてたら自分がキャプテンでいる意味がないと思ってるので、なんかもちろん個々のそういう成績っていうのがすごく大事になってくるとは思うんですけど、なんかグループ全体としてやっぱりアルバムを今回初めてアルバムリリースさせていただけるのですごく大事にしていきたいなっていう気持ちがあって、であとこれはちょっと今日の朝のメールにも書いたんですけど、その今私がキャプテンをやらせていただいてるけど、今回こうやってアルバムをリリースさせていただいたのは別に自分がキャプテンだからリリースできたわけでもないし、むしろこの7年間の歴史がこう詰まった
このものがこのタイミングでリリースさせていただけるっていう話で、あ、先生こんばんはって何の話だったかと思った田辺先生がいらっしゃってたんで、ちょっと田辺先生にもねすごい問いただしたいことありますよね皆さん。この前のフォロー事件、私は忘れないですよ。今まで田辺先生は私のことをフォローしてくれてなかったのかっていうのすごいね聞きたかったことありますよね私のところに田辺陽一郎かっこ 2g がフォローしましたって通知が来て、コメント欄のところに、え、今まで田辺先生ってフォローしてくれてなかったのってなって、それか一旦フォロー外してフォローをつけたにしてもちょっとどうなんでしょうっていうねあったんですよね。でもその時は田辺先生一言もコメントせずに終わったんですよ。まあいいんですけどただの押し間違いそう、私こういうのちょっとねすごい結構ずっと覚えてるタイプ、根に持っちゃうタイプなので気をつけてくださいね気をつけてくださいまあ田辺先生に聞きたいことはもう聞けたのでちょっとまあどんな理由であれいやすごいとまあそれはどんな理由であれちょっと一度お聞きしたかったのでよかったです。ちょうどいらっしゃって何の話してたか忘れちゃった。なんだっけ、あ、そう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 、思い出した。その今私がキャプテンをやらせている中でこうやってアルバムをリリースさせていただくことはできたんですけど、別に私がキャプテンになったからリリースできたとかではないし、もちろんそうだから、逆になんだろう、すごくこう重大というか責任感があるなと思って、この7年間の歴史を今自分がキャプテンでいるタイミングでリリースさせてもらえたっていうのはすごくそれを責任を持って頑張っていかなきゃなっていう気持ちがあるので、そう、はじめましてありがとうございます、嬉しい、ぜひフォローしてください。そうだから本当にこれは7年間の歴史をこう背負わされたというか、でもそれぐらいの心意気で痛いなって今回のアルバムに対してはすごいそういう風に思っていて、そう、そう、はじめましての方がいっぱい来てくださりありがとうございます。そうだからなんだろうな、こうまだまだキャプテンになってすごく日が浅いので、キャプテンだからどうこうできるみたいなのは全くないけど、でも今回のアルバムに対してそういうなんだろう気持ち心意気は持っていたいなっていうのはすごく思っていて、はじめましての方がいっぱい来てくれる、ぜひフォローしてくださいね、フォローしてください。そうだからすごくまあ責任重大だなって、でもその今回アルバムをリリースさせていただくタイミングで自分がキャプテンで入れることっていうのは本当になんかこれもまあタイミングではあるんですけど、偶然でもまあ偶然という言葉で片付けちゃいけない気もするけど、でも本当に偶然じゃないですか。でもだからこそ本当になんかキャプテンになってから一番の、まあ、キャプテンになってからまだ1ヶ月ちょっとしか経ってないんですけど、キャプテンになってから一番の大きな責任というかお仕事だなっていう、だしそのさっきまあ冗談でね、次アルバム出す時はまた7年後かもねみたいな話はしましたけど、その次の7年後に自分がいる保証はないし、その時に自分がキャプテン、もしいたとしてもキャプテンやってることはないかもしれないじゃないですか、まあ、7年じゃなくても次またもしアルバムをリリースするってなった時に、その次のアルバムをリリースする時も自分がじゃあキャプテンでいるかって言ったら多分そうじゃないと思うから、
なんかそうなったら本当に多分自分がキャプテンでいる期間、まあいつまでキャプテンでいるかわかんないけど、まだなったばっかりだしわかんないけど、でも自分がキャプテンでいる間の中では多分もしかしたら最初で最後のアルバムなのかもしれないって思ったら、やっぱりそれは本当にこの7年間の歴史が詰まったアルバムを絶対に大事にしてたくさんの方に届けて、それが私のキャプテンとしてのお仕事だなっていう風にすごく今は思ってるので、そうフォローしました、ありがとうございます。だから今回のアルバムはまあダブルセンターでね、2人センターがいますけど、メンバー全員でリリースさせていただくアルバムですし、過去のシングルとかもきっと入ってくると思うので、あの本当に今の、まあ、3期生が入ってくる前のこの今の NGT48 の形みたいなのをしっかりと、まあ、お届けできるアルバムになっていたらなって、だからそういう風にしていきたいなって、まだこの作成段階なので、なんかそういう気持ちを持ってやっていけたらなって個人的には思ってます。でもその7年目で初めてのアルバムなんですけど、私が7年間ずっとNGT にいたわけではないので、私はねせいぜい4年ちょっとしか NGT にないから、その7年のうちの、でもそう考えても半分以上は NGT にいるのかっていう感じなんですけどね、なんかそれが結構まあびっくりではあるんですけど、このここまでの NGT48 の歴史の中で半分以上 いるやんってそれでも半分以上だけど、でもその自分が一番最初からいたわけではないじゃないですか。でもその自分がオリジナルメンバーじゃない、まだ加入前の楽曲も今回のアルバムの中にはおそらく収録されるので、だってファーストシングルのさセンターだったリカさんが今回センターになるっていうことは、そのファーストからのシングルはさおそらく収録されるじゃないですか。だからその今まで自分がいなかった時代の曲も今回同じアルバムにリリースされると思うから、なんかそうなった時に自分がいない時の楽曲に対してなんかどういう気持ちでいるかっていうのがちょっとまあ難しいところではあるんですけど、このアルバムっていう形自体にはもちろん自分が関わっているし加わっているけど、その中には自分が全く関与していない時代の曲もあるわけで、だから今回アルバムをリリースすることに対してもしかしてちょっと難しく考えてるメンバーもいるかもしれないんですけど、ただやっぱりさっきも言ったように半分、その7年の歴史の中でも半分以上は関わっているわけだし、で私これは個人としてその自分がメンバーになる前にもにはその自分はファンとしてずっと関わってきてた部分があるから、なんかその今回のアルバムはその自分が加入していない時の楽曲とかもおそらく収録されるけど、こうそこのなんか自分がいない時代はファンとしてのなんか自分のこう魂を入れ込むみたいな気持ちで私は今回のアルバムを皆さんにお届けしたいと思ってますこれ個人的な感想なんですけど、もちろん自分が今までさこう入ってる楽曲、それこそ自分がセンターになった楽曲も今回のアルバムには収録されると思うので、なんかそういう部分ではやっぱり思い入れはすごく強くて、もちろん自分がセンターになった時のシングルが一番思い入れは強いけど、それも収録されるアルバムだからこそだし、自分が今回はキャプテンとしての立場でもあるので、よりそのまた別の目線でのこう思い出も今回のアルバムにはあるわけで、でそれプラス自分が加入してなかった時代の曲も今回加わるって思ったら、この7年の歴史アルバムには私個人の歴史もものすごく詰まってるなって思って私がファン時代からあの自分がセンターになった時代と、で今こうやってキャプテンとしてやらせていただいてる時代と、もうなんか私の7年間私の NGT に捧げてきた過去ファン時代を込みのあのなんだろう、私の
の NGT に捧げてきた時間が全て詰まってるアルバムになってるので、個人的な思い入れをね含めてね、すごい今回のアルバムはとっても楽しみだなって思ってます。そうだよ、そう考えるとこの7年ってすごいなって。なんか実はね、今日ね、その、まあ、さっき最初の方にも言ったんですけど、昨日まあアルバムのリリースを発表させていただいて、今日早速アルバムについてのお仕事があって、ちょっといくつか取材をしていただいたんですけど、その取材の中で、まあ、今回そのアルバムで7年間だし、その私に関してはドラフト3期生とかして加入して、こうセンターを経てキャプテンになってっていう、この自分が NGT に加入してからの時代を振り返ってみてどうですかみたいな質問が、まあ、あったんですね。なんかその時もなんかそんな感じのことを答えたんですけど、なんか本当にあの私もさ、そのセンターとキャプテンって言ったらなんかすごく聞こえはいいけど、そこになるまではそのもちろんいろいろ悔しい思いもしてきたわけで、なんかそれをこうやってアルバムっていう形で、多分それは私だけじゃなくって、それぞれのメンバーが今回のアルバムに対していろんな思い、その当時この楽曲の時には自分はこういう思いをしてとかって、それぞれメンバー一人一人にそういう気持ちが込められてると思うんですよ。私は今回そうやって取材でちょっと言わせていただく機会があったけど、みんなはそういう機会がこうあるかないかはまあ別として、一人一人が絶対持ってるじゃないですか、そういう思いを。だから本当に一人一人多分今回のファーストアルバムにはすごく強いあの思い入れを持っていると思うし、まあ、これからちょっと収録楽曲がね、過去の楽曲の他にどれだけなんか新しい楽曲が入ってくるか、リード曲だけなのか、リード曲の他にも何か新規の楽曲が来るのかっていうのはまだ何も発表されてないのでわかんないから、まあ、その新しい楽曲とかがあれば、それに対するまた新しいなんだろう気持ちというかもあるかもしれないけど、その過去の楽曲の部分にもすごくいろんな思いがこう詰まっていると思うので、みんなには本当になんか特典もそうだし、なんかこうコンサートとかそういう映像もそうなんですけど、個々一人一人のなんか気持ちみたいな部分でもなんかいろんな思いを受け取ってもらえたらなっていうのはすごく思っています。とね、それぞれいろんな思いがあって、まあ、それをねどういう形で発信するかは人それぞれだと思うし、まあ、自分の中で思ってるだけなメンバーもいるかもしれないけど、別にあえて言うことでもないじゃないですか、分かんないけど、でも絶対一人一人今回のアルバムに対してさ、いろんな気持ちを持ってると思うので、それをなんか言わずともなんか伝わるアルバムになったらなって思いますね。でも本当にでも14曲収録とは書いてあったじゃない、14曲収録だけど、だからまあシングルは入ると思うの絶対。だってファーストのセンターとさ、最新シングルのセンターって言ってる時点でさ、絶対入るじゃんシングルは。あとでもマックスとか入れてほしいけどねマックス入ってこそ NGT のアルバムじゃないって私は思うんだけど、そのさ今までのさ全てのカップリングを入れろってなるとさ、それはまあ無理ですよ、14曲には絶対収まりきらないから。だけどさマックスだけは入れてほしいよね。これはめちゃくちゃ個人的意見ですよ、入るかどうかは分からんけど、マックスないの NGT のアルバムって言えなくないですかっていうのは私は NGT のファンの皆さんの総意だと思って今言ってる
でもそう、マックスはもともとその AKB さんのカップリング曲として入ってる曲なんだよね。 NCT の曲なんだけど、もともと君はメロディーのカップリングだから、まあ可能性としてはちょっとアルバムになるってなった時どうなるかは分かんないんだけど、でも初めてのさオリジナル楽曲だよマックスって。いやそれなのにアルバムに入ってなかったらびっくりするんだけど。リカは1位取りました。いやもういさ、もう入れない理由がなくない？逆に。今までのちょっと予想しよう。今までのシングルまあ7枚と新しい最新のリード曲とマックスは入ってほしいなの気持ち。でもこれでもう9曲になっちゃう。もう14曲あるんでしょ。でもさ、えこれどう思います？なんかさ、この、まあ、リード曲はさどのアルバムにも絶対入ってて、あとまあ過去のシングルとかはまあ絶対入ってたりするじゃないですか。でもさ、なんか例えばタイプ A には新規の楽曲これが入ってて、タイプ B には新規の楽曲これが入ってますみたいなのもさ、たまにアルバムってあるじゃないですか。そういう感じなのかな。なんかどのタイプ A もタイプ B も劇場版も全14曲とは書いてあるけど、その14曲が全部同じとは書いてなかったじゃないですか。だからタイプによって変わるのかな。やっぱりタイプで変わるって書いてあったよね。あ、本当にそんなこと書いてあった？ちょっとちゃんと読んでなかったけど、やっぱそうだよね。そうなったら、ま、収録されるのは14曲かもしれないけど、そのなんか全タイプ合計した時に、まあ、ダブってる楽曲は抜きとして何曲ぐらいになるんだろうね。14曲。でもそんなに別に各タイプによって新規の曲がめちゃくちゃ増えるわけじゃないと思うし。一部曲が変わるって書いてあった？あ、そうなんだ。やっぱそうだよね。A はシングル、 B は公演曲。あー、え、確かに誇りの丘ね、映像化とかさ音源化してないからさ、誇りとかめっちゃ聞きたい。わかる、誇りの丘聞きたいと思ってもさ音源化されてなくてさ困るんだよね。わかる、誇りとか入れてほしいね。わかる。そう、でも AKB さんの曲だからな、多分無理だよね。AKB さんの公演曲だし。でもわかる。でもだとしてもさ、だったらよ、 AKB さんで音源化してくれませんかっていう気持ち。もうこの際別に NGT じゃなくてもいいから、残りの丘は音源化してほしい、長年の願い。別に NGT の楽曲だとか思ってないから。 AKB さんのですか、これも。どうにかしてちょっと音源化してもらえないですかねっていう気持ちはねすごいあります、私。だって聞きたい時あるもん、誇りの曲ね。だから別に今回のアルバムがとかじゃなくてもいいから、どっかで音源化してほしい。これをね、なんかどこにも音源化されない楽曲にはしてほしくない。私ももっといっぱいの人に聴いてほしい、ほこりの丘公演のいい曲しかないから。でも確かにそうなると今回のアルバム結構予想するにも難しいね。14曲って言われても新規の楽曲とかでもせいぜい3曲ぐらいとかなのかな。今までのアルバムだって初めてなんだもん。自分たちのグループでアルバム出すの初めてなんだもん。わかんないよね。わかんないけど、どんな感じなんだ。何曲ぐらいかな。14曲だけど、そのうちタイプ別でどれぐらい変わってくるかね、全く予想つかないですよね。本当に私もわからない。私も14曲収録しますしか聞いてないから、わかんないけど。確かに、でも下の何とかも入れてほしい。個人的感情。下の名とかね、もうだって下の名見れないんだよ。せめ
って楽曲だけでもとかって思っちゃうよね。逆にさ、これも別にさ収録曲とか全部明らかになってからでもいいんだけどさ、その例えば収録曲が全部明らかになりました、そのうちまあこれぐらいが既存の曲ですってなった時に、まあシングルはまあ絶対入るのは誰でも理解できるじゃない。その他に既存の曲をさ、まあマックスもまあまあ入っててほしいから、まあそういうことにするとするじゃん。他のさ既存の曲はさ、どういう選考基準でこちらは選ばれたんでしょうかってめっちゃ聞きたくない？めっちゃ聞きたいよね。まあシングル、今までのシングルとまあマックスとかはもう絶対入れるでしょ、誰もが予想できるじゃないですか。その他の既存の曲はでも絶対何曲かは入るじゃん。だってだとしたら8曲しかさ既存の曲がないことになっちゃうから、例えば14曲のうち8曲はそれで、あと6曲も新規の曲作ると思います。1曲はまあリードとかだったりするけどさ、絶対もっとさ既存の曲入れるじゃんね。でもその他にもカップリング今までの分とかあった中で、あこれを入れるんですかみたいな感じになる。でも私、はいはいはい、私予想クラクラ入りそう、クラクラ入りそうじゃない、グループの中で初めてのそういうユニットだから。でもちっちゃいもんとかもそしたら入るかな。お、なんか絞れてきたぞ、ちっちゃいもん、クラクラ。でもさクラクラの新しいのとかもありそうだなって思うの。ちょっとだってアルバムのさ、アルバムを出すってなったら新しい楽曲でクラクラっていう、せっかくこう派生ユニットをしっかり作ってるのにずっとあの曲だけみたいな、はっきり言ってほしいだけっていうの、私ちょっとなんかどうかなって思って、なんかクラクラの新曲めちゃくちゃありそうだと思ってるのね。あー確かにシグナルね。いやでもバンド部はちょっとまだアルバムには早いのかな。でも6月に始動するって言ってたしな。シグナルだったらあるかな。バンド部、やっぱスモアは公演のユニットだから、クラクラちゃんとはもう格が違うんですよ私たちは、はい、ダメですよクラクラちゃんと一緒にしちゃ、私たちはあくまでも公演の中でのユニットなので、ちゃんとした派生ユニットとは違うんだから。ダメよ一緒にしちゃ。クラクラとちっちゃいもんとシグナルとかはなんか入りそう。でもラーメン部とかも入りそう。そうなったらラーメン部も入りそう。え待って待って待って、シングル7曲とマックスと新しいリード曲と、いやクラクラちゃんはね、いやどうだろう、新しい、まあ、もしも新しい曲があったとしてよ、はっきり言って欲しいもでも入れるかな、やっぱりはっきりとし、ちっちゃいもんシグナル。いやでもそしたらあともう12曲になっちゃう、難しいねこれは。あとちおんがね、とちおんがねありそうだね。ほらしました、ありがとうございます。確かにとちおんがもしっかりコラボだから、あれはちょっと入れないとねって思うよね。なんだろうな、でもあドローンジェラシーとかもでも入りそう、2期曲その NCT の楽曲としてではないじゃん、もともとカップリングが別のじゃんけん大会の曲だからだけど、でもドローンも NCT の楽曲としてアルバムに入れそう、ありそうじゃない。結論14曲じゃ足りない。そういうこと、だからもう予想つかないよ本当に。アルバムただたださ14曲って、あ確かにかかともありそうなわ、アルビさんとの曲だもんね。いや、うん、予想つかないね14曲って言われても、難しい。
でもそれぐらいなんかこうアルバムリリースするっていう話題一つだけでこんなにワクワクできるんだなっていう。だってメンバーなのにさ、携わってるよねしかもなんならさっきなんかキャプテンとしてめちゃくちゃ喋ってましたけどみたいな。それなのにこんなにアルバムですよ、アルバム出しますよっていう話題一つでさ、みんなと同じぐらいのレベルで楽しみにできるってさ、すごくないそれぐらいに私もまだ全然理解してないっていうことなのかもしれないと、まあファンとしての気持ちも入ってるという部分で、はい、ファンとしての気持ちでのあの盛り上がりの部分と本当にみんなと同じぐらいでしか情報が入ってきてないっていうだからみんなと同じぐらいのレベルで今アルバムがリリースできるっていうだけでこんなに盛り上がれるんですね。でも本当にこうやって想像するだけでもやっぱり楽しいし、皆さんには引き続き楽しみにしてもらえたらなって思うので、はい、待っていてください。というわけでちょっともうさすがに喋りすぎました。2時間も喋ってました、アルバムの話だけでちょっとところどころね感情がちょっと荒ぶってしまったりとか、真面目な話もしたんですけど2時間も喋ったので、ちょっとメール送る時間を考えたらそろそろ終わりにしようと思いますいやでも本当にね、あの私が今日の配信の中で一番何を伝えたかったかっていうと、もちろんこうやってアルバムを今回リリースさせていただくことになって、あの本当に皆さんがここまで、だって7年間の中で初めてリリースするわけだから、この7年の中本当にいろんなことがあったじゃないですか。特にずっとね NGT をこうやってあの支えてきてくださった方にはこの7年間の紆余曲折が全てわかると思うんですけど、そんな中でもこうやってアルバムをリリースさせていただけて、こう佐渡市からもこう佐渡観光応援公式サポーターっていうのも今回務めさせていただけることになったりとか、本当になんかいろんなことがあった中でみんなで一緒に、これをみんなっていうのはメンバーだけじゃなくって、こうたくさん支えてくださる方とかファンの皆さんとか、本当にみんなの支えがあってみんなの頑張りがあって今こうやってアルバムをリリースできているわけだから、リリースできることになったので、本当にまずそこに対しての感謝の気持ちがすごくあの大きいですし、今回このアルバムをリリースするってなった時にやっぱりその気持ちを一番に忘れちゃいけないと思うので、そこをねメンバーみんなで大事にして今回のアルバムを絶対に成功させたいという気持ちがまず一つと、あとはもう本当にこうやって直接会える機会、今回特典でねあのツーショット写真会とか、まあおしゃべり会オンラインでも引き続きありますけど、こうやって直接会える機会っていうのも本当にずっと待っていたからこそ当たり前じゃないっていうことを理解していると思うので、また次いつ会えるかもわからないし、これが本当に実際にね開催、無事に開催できるかはわからないけど、でもこうやってツーショット撮れるのももしかしたら最初で最後になっちゃうかもしれないから、本当にこう会える時に推しに会っといてねっていう気持ちと、そうあとリアルで会えるようになったら会いに行くよって言った人たちは約束を果たしに来てくださいっていうのがもう本当に一番伝えたかったことですね。というわけで、じゃあ改めて、まあ、6月の29日にねアルバムをリリースさせていただくということで、まあ、まだまだタイトルだったりとかこう続々ね解禁されることがあると思うので、はい、引き続き皆さんには楽しみにしていただけたらと思います。待っていてください。で劇場版の方の予約はもう土曜日、月曜日か、来週の月曜日の16日からもう劇場版の方の予約が始まりますので、おそらく予約が始まるっていうことはそのツーショット写真会とかこのロングおしゃべり会の日程とかも出るはずだよね、今まで の, そのシングルとかでいうと劇場版の予約が始まると同時におそらくそういう日程も全部発表になるので、で本当に多分今私が
こう伝えたかったことがちゃんと伝わっていれば、本当にこのいつ会えるかっていうのもわからないからね。まあその分ちょっと値段が高いから、本当にこう本当に会いたいって思った時に会いに来てくれると思うんですけど、このいつ会えるかわからないっていう話をちゃんと伝わってれば、おそらくこう日程が出てから割とこうすぐにこう受付していった方が、自分の一番あの行きたいなっていう予定が合う日にこう行けなくなっちゃうかもしれないので、ぜひね来週の月曜日から予約が始まるので、こう日程が出たらこの日だったらいけそうだなって思ったら、なるべく早く申し込んでもらえたら嬉しいなって思います。でもやっぱりアルバムなのでね、皆さんシングルの時みたいにはポンポンポンとはいかないと思うのでそこはまあ慎重に考えつつ、私に会いたいなって思ってくださった方にたくさん、私は本当に待つことしかできないからさ、みんなにはいっぱい会いに来てほしいなっていう気持ちはあるので、ぜひぜひ会いに来てください。というわけでランキングを読んで終わりにしたいと思います。はい、13位しまかぜさんありがとうございます。12位としさんありがとうございます。11位としっしーさんありがとうございます。10位茨城のゆきさんありがとうございます。9位マーチンさんありがとうございます。8位ヒーローさんありがとうございます。7位ニルスさんありがとうございます。6位ホッシーさんありがとうございます。5位タカさんありがとうございます。4位ヤメスさんありがとうございます。3位声がむなさんありがとうございます。2位トヨダルマさんありがとうございます。で1位アオイさんありがとうございます。ちょっと本当に喋りすぎちゃった本当に喋りすぎちゃったんですけど、アルバムよろしくお願いします。ということでありがとうございました。おやすみ。バイバーイ。